角川嗣彦会長が起訴された出版大手角川の社長が記者会見し謝罪しました。関係するすべての皆様の当社への信頼を裏切ることになり、なってしまい、かつ多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。会見では社内調査の結果が示され、組織委員会元理事の高橋被告側に多額の資金を支払った事実を認めました。そして資金提供の根拠となったコンサルティング契約について、角川の法務部門が事前に賄賂に該当する可能性を指摘していたことを明らかにしました。また角川は今日、会長の角川被告の辞任を取締役会で承認しました。